になっています。保護色というのは自然の色に溶け込み外敵から身を守るための色のことを言うのですが、さあどうですか皆さん、今ローズ周りに溶け込むどころかかえって目立ってしまっていますよね。果たしてこんなに派手な派手の色をしているのにしっかりと外敵から身を守ることができるんでしょうか。実はこの金剛インコたちの住む南米のジャングルにはこのように綺麗な色をした花がたくさん咲いています。そのため日本では